ネピ堂、またはネピー堂はミャンマーの首都。2006年に旧首都ヤンゴンに代わり首都となった。大型ショッピングセンター外国からの多数の観光客を見越して高級ホテルが立ち並ぶ地区がある。また、有事の際には戦闘機の滑走路として使用することを想定しているとされる広い20車線の幹線道路がある。近代的な3つの大型ショッピングセンターもあるが、 大きな病院はない。なお、ヤンゴンとは異なり、電力事情は極めて良好であるとされる。巨大な都市にレストランは20軒ほどもなく、駐在員は自炊を強いられる。そのため、在ミャンマー日本国大使館や商社などの駐在員の多くはヤンゴンから移転せずにいる。また、行政首都には一般人は立ち入り禁止で、商人は商業地区に隔離されている。 軍の司令部なども政府庁舎とは離れた地区に所在している。軍事パレードが行われる広場にはビルマ市場の偉大な王であるアノヤター、バインナウン、アラウンパヤーラ3人の巨像が並んでいる。2011年10月19日に巨大なネピドー国際空港が完成し、国内線のほかは開港当初は国際線は就航していなかったが、現在はタイ王国、バンコク線。 インド・インパール線、中国、混迷線が就航している。東京ドーム70個分に相当する大きさの国会議事堂は2010年6月頃に完成。2010年の総選挙の結果を受け、2011年1月に22年ぶりの連邦議会が新しい議事堂で開催された。2003年夏よりピンマナの日数キロの軍用地だった場所で、 新行政主との建設が始まるも移転計画が明らかになったのは2005年の中頃であった。戦闘は急すぎて不可能とする見方も多かったが、ミャンマー政府は同年11月7日に移転を開始し、省庁、政府機関の職員たちはトラックでヤンゴンからピンマナイと向かった。翌2006年3月27日の 国軍記念日には新首都で内外の報道陣を招き軍事パレードが開かれている。この席でミャンマー政府は首都地域をネピドーと呼ぶことを公式発表。10月10日には公式に戦闘を発表した。ミャンマー連邦議会ビル戦闘の理由は公表されていないがメディアや研究者による見方を以下に記述する。また、戦闘を可能にした背景として、 天然ガス輸出による外貨収入増が上げられる。タイへのガス輸出が軌道に乗ったことで、ミャンマー政府は移転に必要な財源を確保することができた。ありがとうございます。